サプライズニュースもあり、崖っぷちニュースもありって、意外と恒大集団粘り強いというかね、恒大集団からこのデフォルトが騒がれる危機前に8000億円の配当金ですよ、現金でどこかに保有しているんじゃないかとがっぷりと受け取っていたということなんですよ。シャドーバンキングの可能性が高いわけですよね。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました越境 3.0 チャンネル、本日もどうぞよろしくお願いします。11月6日緊急特別セミナー開催いたします。どうなる中国恒大問題、そして株為替はどう動くということで、岡安商事のアナリストちょいわる先生と私石田和康の緊急特別セミナーです。11月の6日土曜日、東京日本橋で開催いたします。詳細と参加申し込みは概要欄の方からどうぞよろしくお願いします。ということで、中国恒大問題、綱渡り状態がもうずっと続いていますけれども、まあ、サプライズニュースもあり、これダメなんじゃないかっていう、もう崖っぷちニュースもありって、いろいろ出てきますけれどもね、今日もねそんなニュースをお届けしたいと思います。今日も中国恒大集団のお話をお届けします。まずこちらのニュース、中国恒大利払い実施、デフォルト回避も綱渡り続くということで、こちら時事通信のニュースなんですけれども、10月の29日利払い日でしたよね。ドル建て社債の利払い日、これは9月29日の4750万ドルの利払いが実行できなかったんですよ。ドル建て社債というのは1ヶ月間の猶予期間を設けられるので、9月29日の実行できなかった利払いの次の期日が10月29日だったんですよね。で、10月29日、昨日ですね、日本円換算で約52億円の利払いが、こちらもなんとかまた実行されました。意外と恒大集団粘り強いというかね、頑張ってるというか、どこからこの資金を調達できてるんだろうかと結構疑問に思われてる方多いんじゃないかなと思うんですよね。もう一度恒大集団の社債の利払い額と利払い日スケジュール確認していきましょう。一番上から9月23日3億3200万元人民元建て、こちらは支払い完了。同日9月23日の8353万ドル、これ米ドル建て、日本円換算約91億円なんですけれども、こちらも支払いを終えています。で、続いて9月の29日4750万ドル。こちらが先月の29日に支払いをすることができなかったドル建ての利払い。日本円換算で約52億円。これの1ヶ月後が10月の29日で、30日間の猶予期間の間に支払いを終えたということなんですね。まあ、遅れではありながらも、一応着実に利払い完了していってるんですよね。で、続いてくるのが10月12日、1億4813万ドルという、これもドル建て社債で、金額大きいんですけれども、日本円換算で約163億円。これが先日支払いができなかったので、こちらも30日間の猶予期限付きということで、次、11月の12日が163億円という利払いが到来します。で、続いて10月の19日、1億2180万元、人民元建て、日本円換算で約21億円。こちら支払い完了しました。で、続いて10月の30、11月の8日、12月の28と、それぞれ全部米ドル建てなんですけれども、ドル建て社債の利払いが10月の30日からまた押し寄せてくるという、まあ、そういった状況ですね。おそらく皆さんも不思議に思われているこの資金難に陥っている恒大集団、どうやってこの利払いを行っているのか、その資金源はどこから出てくるのかっていうことが皆さん不思議に思われていると思うんですよね。もうこれは恒大集団は厳しいんじゃないかっていうことがあちこちのメディアで書かれていて、それでもなんとか粘り強く生き残っている、綱渡り状態が続いていますけれども、その綱から落ちないでなんとかなんとか次の支払いを実行していってるっていう状況が今のところ続いているんですよ。これは先日こちらの動画でもお伝えしましたけれども、中国政府が恒大集団許家印会長の個人資産への監視を強めていると、まあ、会社の資金は足りないだろうから、許会長自身の個人資産も全部投入して責任を持って返済しなさいよと、責任を持って未完成不動産を完成させて引き渡しを行いなさいよということを中国政府が許家印会長に指示を出したという、そういった動画を先日お届けしました。で、それに関する続報がこちら、中国恒大の許会長を聞き前に70億ドル超の配当金を受け取り、資産どこへということで、70億ドル、日本円換算で約8000億円の配当金を恒大集団から、このデフォルトが騒がれる危機前にすでに受け取っていると。8000億円の配当金ですよ。で、この配当金の受け取りというのは中国の資産家の中でも第1位の額だそうなんですよね。許家印さんの個人資産というのは2019年のピーク時というのは420億ドル、日本円換算で5兆円近くの資産をね持っていたということなんですけれども、まあ、そこからまあ株価がどんどん下がってきて、許家印さんの個人資産だいぶ減少したとはいえ、それでもまあ現在76億ドル程度、日本円換算で8000億円以上の資産を保有しているんじゃないかという予測なんですよね。で、そして70億ドル以上の現金配当も受け取っているということで、
まあ、その彼の資産というのはもう株以外にひょっとしたら現金でどこかに保有しているんじゃないかと、まあ、これは協会員さん本人以外はわからないんだけれども、その70億ドル以上の配当金をすでに受け取っているというのはブルームバーグが調査した82人の中国大富豪の中で一番多い額ということで、相当多くの現金配当を受け取っていたわけですよね。会社が危機的状況にもかかわらず、協会員さんは会社からの配当金をもうがっぷりと受け取っていたということなんですよ。そして会社の利払いや買掛金を返済していくために様々なところからの資金調達を協会員さんはしているそうなんだけれども、恒大集団の保有株のうちのだいたい 5% ぐらいを担保に差し入れて、銀行でもない金融会社でもない別の事業体から資金を調達しているんではないかと、いわゆるこれシャドーバンキングの可能性が高いわけですよね。ということで、まだまだ闇の深い中国恒大集団問題と協会員さんの個人資産、どこからどういうルートで資金調達をしているのかっていうのをもっともっと深く知りたいところですよね。越境 3.0 チャンネルではそういった情報をできる限り皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、これからもお楽しみにしていてください。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。